間でゼルビ監督が試合中に泣く。ブライトン指揮官デゼルビさん、フルハム戦コテンパンにやられほっか無理してむせび泣いてしまう。これ画像じゃわかんないけど手がブルブルしてて本当に泣いてるのかと思ったんだ。ある意味自業自得かもだけどかわいそうにトマトニャンがいてこその戦術だからな。しかもこのデゼ、このポーズして子供が癇癪起こしてるような感じでネックウォーマーの中で叫びながら震えてたからな動画があれば良いのだが。こんな奴にバルサ指揮官が務まるのか？ハンジフリック俺の勝ちだな。EL へ向けての帝王だったんだろうが温存させすぎなんだ今のルにも言えることだが。デゼルビはもう今季でブライトン出る気満々そうだよな。バルサかリバプールかどこを引いても面白そうだけど三笘を一緒に連れていくのか気になるところ。三笘が出てないとブライトン報道も減ったな。